こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、元気をもらえそうなイラストですよね。いわしけんさんの作品で、タイトルは2人で小道散歩。楽しそうに散歩している姿を描きました。青い子の方は仕方ないなというように、でも喜んで散歩に付き合っている感じです。まだ描き始めたばかりで問題がたくさんありますが、もっと楽しげに目を引く絵にしてほしいですとのことです。はい、まずですね、僕はこのイラストを見た時にかなり色感がいい人だなっていうふうに思いました。というのはですね、この影色のグレー、これがですねいい感じに効いていて、全体的にすごくね透明感があるように仕上げられているからですね。どうしても元気が色にしたいっていう時には、力みが入ると色同士をぶつけすぎてしまってどぎつくなってしまうことって結構多いんですが、いわしけんさんは低いサイドの色をうまく使ってイラストにね透明感を出せているので、そのあたりの色感覚が優れている人だなっていうふうに思いました。素晴らしいです。でですね、このイラストのどこを添削していくかなんですが、ご本人が気にされているように楽しげに目を引く感じにしていきたいです。このイラストですね、確かにおっしゃる通り楽しげな感じがちょっと足りないような感じはするんですね。赤い服の男の子がおーってね元気なポーズをとっているにもかかわらず、画面からはそのエネルギーがいまいち伝わってきません。そのあたりをどのように修正すれば楽しげで元気な感じが伝わるのかお伝えしていければと思います。これね、結構簡単なやり方で解決できるので楽しみにしていてください。あ、ただですね、ちょっといわしけんさんのコメントで気になった点として、もっと楽しげに目を引く絵にしてほしいですって書かれていました。まあ、いわしけんさんはねしてほしいですって言ってるんですが、これですね、あくまでこの絵を楽しげにするのは僕ではなくていわしけんさんご本人です。僕は添削を通してこういうやり方もあるよってご提案するだけなので、そこを履き違えちゃうとね成長できなくなっちゃいますからね。添削を受けてもそれをそのままにしていたら当然成長はできませんし、添削された後で、あ、そういう方法もあるのか、じゃあ自分で直してみようで自分で手を動かした人は当然ながら成長できます。単純なことですが、そこは大事なことなので強く意識していてくださいね。それでは早速行ってみましょう。さて、それでは最初に何をするのかっていうと、とにもかくにもまずはこうですね。はい、赤い子を大きく拡大しました。角度もねちょっと変えてあります。まずこの絵で足りないのは前後感だと思いました。赤い子が行くぞーってね元気いっぱいずんずん前に進んでいく感じを表現するには、この子が前に飛び出していくような勢いが欲しいですよね。なのでかなり思い切って拡大してみましょう。で、青い子は逆にこうしちゃいます。はい、青い子は逆に少し縮小してみました。そんなに大きさに差をつけて大丈夫？巨人と小人みたいに見えない？って思うかもしれませんが大丈夫です。今ちょっと違和感を感じるかもしれませんが、最終的にこの大きさの差がいい感じの前後感につながるっていうこと、ご自分の目で確かめていただけると思いますよ。さあ、続きやっていきましょう。まだまだねこのままだと不自然さが拭えませんので、さらに前後感を強調したい部分があります。赤い子の腕ですね、押します。はい、青い子の腕を上下だけではなくて前後に大きく広げるように調整しました。手前はより手前に大きく、そして奥はより奥に行くように縮小し、手前と奥との大きさの差をつけたっていうことですね。さらにさらに足も同じように調整していきましょう。やってみます。はい、足も若干ですが手前の足を大きく振り上げて奥の足との距離感を強調してみました。はい、こんな風にね手足の前後感を強調したことによってよりズンズン前に進んでいく男の子の勢いが感じられるようになりましたよね。あ、それとですねちょっと細かいことですが、ここも大事です。
はですね前後感とは関係ないんですが、胸の中心にある星マーク、こういう幾何学模様ってついついね直線ツールを使って綺麗に描きがちなんですが、この絵全体的にフリーハンドなのにここだけね急にツールを使うと不自然にそこだけ浮いてしまうことがあります。この場合にはフリーハンドで柔らかくこのようにね描いてあげた方が絵に馴染んでいいと思います。さあいい感じに前後感が強調できましたが、さらに調整したいのは色ですね。さっきね透明感があるグレーを褒めたんですが、部分部分によってもうちょっとサイドを上げた方が前後感や元気感を強調できる部分もあります。例えばシャツ、この赤いシャツはですね少し明るくしてあげてもいいかもしれません。こんな風に、はい、シャツに関してはねグレーの影ではなくて濃い赤い影にしてみました。これによって画面全体の華やかさとグイッと前にせり出してくるようなそういう前後感をアップすることができますよね。さらに手足のポージングを変えたこともあるので全体的な影を調整していきます。ポージングの調整は大方こんな感じです。次に顔周りを調整していきましょう。まあね、顔周りの調整といってもそこまで大きく変更することはありません。まずポーズ変更によって体とのつながりが変になってしまった部分もあるのでそこを調整していきます。まあ、じっとね長く同じ絵を見ていると見慣れてしまって、あれどこが変なのってなってしまうときはこんな風に左右反転して調整するのもありですね。違和感が分かりやすくなると思います。調整していきましょう。こんな感じです。首の付け根がねちょっと後ろに来た感じですね。またこの赤い手前の子はカメラ位置を考えると少し煽り気味になるはずなので顔の中身の角度調整もしていきます。こうです。はい、こんな感じです。ここでポイントなのは口を大きく開けているってことです。楽しげで元気な感じを出したい場合にはすごく簡単なやり方は口を開けることです。口をねガッと思いっきり開けるとそれだけで元気な感じが増しますので、これはねぜひやってみてください。あと細かいんですけれどもこれも大事ですね。はい、目のハイライトの位置、これによってもですね楽しげで元気な性格を表現できます。修正前は瞳のね横側にハイライトが入っていたんですが、これだとね少しおとなしい性格に見えるんですね。なのでその横のハイライトを上に持ってくるだけ、そうすると目が大きく見開かれてアクティブな感じがしますので、これもねぜひ試してみてください。さて髪の毛のハイライトと影の割合も煽りの角度に合わせて少し調整します。はい、こんな感じです。影面で濃くなっている部分を多くすると下から見上げている感じが強調できますね。そして修正前に書かれていたこのつむじを表す部分、ここは下から見上げているのでなくした方が角度的には違和感が減るでしょう。あとは眉毛も少し調整します。眉毛についてこれは好みではあるんですが、添削前は髪の毛の光が当たっている部分と同じ色になっていましたよね。ただこれだと髪の毛の前に影を落とす場合ちょっとね明暗差がちらついてしまって表情が分かりにくくなってしまう場合があります。そういう時にはまつ毛を影色に合わせてしまって少しだけ濃くしてあげる、そうすることで情報が整理されて元気な表情自体に目が行きやすくなると思います。それとそれとこれも楽しさをアップさせるためには重要かつ効果的な方法です。こうしてもいいですね。
キャラクターの線を全体的に太くしてみました。こうすることでキャラクターの存在感がくっきりはっきり浮き出てきますので、楽しげな雰囲気をさらに強調することができると思います。はい、赤い男の子の調整が終わったので、次は青い男の子ですね。この子を調整する上で大事なのは、赤い男の子にグイッと腕を引っ張られている感じをどう表現するのかってことです。でもですね、これは割と簡単に解決できちゃいます。こうです。はい、青い男の子の肩を前後にこんな風にひねるだけ、これだけなんですが、手をつないでいる腕を引っ張られている感じがこれだけで表現できますよね。ただ足も調整しないとね、全体的に少し不自然なので、足もちょっとだけ調整します。はい、手を引っ張られたら足がついていかないとこけちゃいますから、ちょ、引っ張んなよ、待ってってば、もう仕方ないな。でね、引っ張られながらも少し小走りでついていく感じを足でも表現してみましょう。体を調整したので首の角度も少し見直します。はい、こんな感じでね、今は形の修正で前のめりになっていることを表現しましたが、色によっても前のめり感を出すことができます。こんな風に、はい、体の前面を影にしてみました。青い男の子、角度的に正面なので横から描くよりも体の角度を表現するのが難しいです。ですが前面を影にすることによって、あ、ここが全部影になっているっていうことは、前に体が傾いていて、それによって影ができているんだなってね、視覚的に伝わりますので、これだけで体の傾きを描き合わすことができるんです。便利なので覚えておきましょう。さらにこうですね、はい、頭の上の部分の光を少し増やしてみました。前のめりの体勢なので、手前のね、赤い子と違って頭のてっぺんが見えるはずです。こういう細かい部分でもキャラクターの角度って表現できるんですよ。はい、そしてね、前のキャラクターとの位置関係が変わってしまったので目線が少し変ですよね。最後に表情も調整しましょう。はい、こんな感じです。前の子の方に目線を向けることができました。それとハイライトの位置なんですが、この子はね、前の子と比べて少しおとなしそうな性格なので、ハイライトの位置をこんな風に横に持ってきてあげると積極的すぎない性格が表現できて、この子の場合にはいいかもしれません。キャラクターの性格によってハイライトの位置を使い分けてみてください。さあ、最後の仕上げに移っていきます。背景ですね、特にね、この地面は思い切ってこうしちゃいましょう。フォトショップでコマンド T を押すと自由変形ツールが起動しますよね。そしたらこの上の部分にパス変形ツールみたいなのが出てきます。このボタンですね、これを押して、でこのね、ワープって書いてあるこの部分から円弧を起動すると、ほら、ぐにゃーっと歪ませることができるんですよね。これを利用して地面を扇形に歪ませていきます。やってみます。はい、こんな感じ。あと背景がね、こう抽象背景に近いんですが、足元の砂ははっきり描かれているので、この部分のね、分離感がちょっと違和感につながっている部分もあると思います。背景をね、何かしら描いていきたいんですが、これについてはキャラがビーチサンダルを履いているので、背景をビーチにしてあげてもいいかもしれません。はい、こんな感じ。ついでに入道雲も簡単に描き入れていきましょうか。
こんな感じですね、まあ、タイトル通りね、小道を散歩している感じにしたいという時には、まあ、この海をね、草花とか街並みを描いてあげてもいいです。でですね、この男の子を取り巻くこの白いエフェクトなんですが、これがね、実は勢いを殺している一つの原因だったりします。元のイラストはキャラクターをぐるっと囲うようにエフェクトを配置しちゃっている感じじゃないですか。これだとですね、勢いって出ません。じゃあどうすれば勢いが出るかっていうと、こうします。はい、こんな感じ。これどう考えたらいいかっていうと、この辺を中心にして放射状に広がるように白いエフェクトを配置していく。そうすることで漫画の集中線効果のような、そういう効果をね、付加できますので、勢いを持たせることができて、イラストに楽しげな効果を持たせることができるんですね。さて、ちょっと白いエフェクトだけだと少し寂しい感じもしますので、このエフェクト効果を少しだけ強めていきましょう。まずはこう、はい、青空にも少しだけ濃い部分を追加して、そこにもさっき意識した集中線に沿ったような色分割を施していきました。これによって手前の空と奥の空、遠近感が表現できますし、白いエフェクトがね、部分的に強調されて元気な感じがさらに生まれますよね。それとこういうのも効果的です。はい、青空の補色、黄色を入れることによってもより元気な感じが生まれますね。やりすぎるとキャラクターよりも目立ってしまいますが、背景と真逆の色をあえて加えることで、色同士のぶつかり合いが生まれて、画面に華やかさと楽しさを付け加えることができると思います。そして最後、仕上げにこうです。仕上げにザクザクと思い切って進んでいく男の子の足元から飛び散る浜辺の砂を描き入れました。これによってさらに勢いが生まれますよね。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。前後感がね、かなり強調されて、よし行くぞっていうね、元気な感じが強調されたと思います。いかがでしょうか。今回の添削では、綺麗だけどいまいち勢いが感じられない絵の楽しさをアップするにはどうすればいいのかというポイントに着目しつつ添削を進めてきました。ポイントはまずは2人の構図とポージング、特に構図については、手前の子を思い切って大きく、そして奥の子を小さくすることで2人の前後感を強調できて、より勢いのある画面作りができるよということをお伝えしてきました。はい、こんな風に変化しましたね。そして2つ目のポイントは背景のエフェクトです。もともとですね、キャラクターを囲うように白いエフェクトが入っていましたが、それだとね、こうキャラクターを閉じ込めているみたいで、ちょっと窮屈な感じになってしまいます。勢いをアップしたい場合には、こんな風にね、放射状に広がっていくような、そういうエフェクトの配置にすると楽しさを強調する効果が生まれるよという話をしました。はい、今回の添削は構図についてという部分が大きなポイントでした。ですが、もっといろいろな見栄えのする構図について学びたいという人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、徹底解説上手な絵の3つの特徴を図説しますがおすすめです。これを知っていると、自分が思ったような見栄えのする構図が次々と生み出せるようになっちゃいますよ。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてホイのコーナーです。僕にあっち向いてホイを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてホイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。